2021年7月5日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は自分の恋について思ったことがあったので、ここに残しておきたいと思います。以前にもお話ししたように、自分は接客のアルバイトをしているんですけれど、よくお客様に声が聞き取りにくいって言われるんです。言われるんですというか、毎日そういうふうに言われるんですけれど、なんか結構一緒に働いている子たちと同じ音量で話しているんですけれど、そして私はこれは動画で聞きやすいように、できるだけ自分の中では早く喋る意識を持っているので、これでも早く話してる方なので、いつも本当にゆっくり話すんですけれど、なかなかそういうふうに言われることが多いんです。そんなふうにいつも言われているんですけれど、今日も案の定言われて、バイトの帰り道、こう公園で空を見ていたんです。そしたら青い空に灰色の雲が浮かんでいたんですね。で、ゆっくり流れていって、途中で消えちゃったりするものもあって、なんかすごく自分の声に似てるなって思ったんですね。そのグレーというかハスキーさっていうところと、こうなんていうのかな、消え入るような感じがなんかすごく自分と重なってしまって、なんか新たな発見をした一日でした。あ、自分の声って雲に似てるって思った一日でした。なんかでもこれに気づけたことってすごく大きくて、なんかこれから歌うにしても、なんかそれを意識すると、なんか雲の動きを見るだけで、観察するだけで学ぶこともすごくあるんだろうなって今日思ったので、ここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。